は昔、アズマの国にバグダという都がありました。それはそれは大いなる都でした。大空のもと、壮麗なお城がそびえておりました。バグダ城といいます。そのお城の美しさは、都に住む人々の大いなる誇りでありました。お城下の人々は毎日のどかに楽しく暮らしておりました。いや、どうも。これは都一の怠け者、ダンゴベイと申す者でござる。ダンゴベイは働くことが大嫌い、人のものを盗んで暮らしておりました。つまり盗賊だったのです。いや、これはこれは何かよ。わあ、花日傘、顔見るまでの美しさ。ああ、驚いた。そこへまた娘。もしかしたらさっきと同じかな。怖いな。何かよ。いや、これはこれはお美しい。いや、これはこれは失礼いたしました。ちょいとごめんなさいよ。ちょいと。お、あれは金入れだ。閉めたぞ。と、この時行列がやってまいりました。美人の誉れ高い城主の姫君、お城下の若者の憧れの的であります。花のように微笑んで、綺麗な姫だ。花のように微笑んでお守りを落としました。これはお守りだ。きっといいことがあるぞ。姫のお守りもらっておこう。みんな何を見ているんだ。強そうな男が次々と城下を後にいたします。姫のお婿様になるために海竜城へ宝物を取りに行くのさ。そうか、あの姫様の婿に俺もなりたいものだ。お守りがある。よし、俺も出かけよう。すべて幸福は汝自らの努力によって得べきものなり。古の教えです。怠け者のダンゴベイ、ついに
自ら幸福を得るため頑張ってみることにいたしました。そして海竜城へ向かいます。やがて雪の国に着きました。あたりは真っ白、雪はコンコン。寒い、よく降るな。もらったぞ。ひどいやつだ。助けて！助けて！雪のせいです。いつでも雪のせいをいじめる海馬人が迫っています。恐ろしい海馬人、待て！怖や怖や、危うきに近寄らず先を急ぐとしよう。助けて！あれ！待て、逃げられると思っているのか。こら！待て！とそこへやってきた団子兵衛。よし、えい！雪を決して粗末になさいますな。粗末になさいますな。だいぶ積もった。だいぶ積もった。重いな。我が物と思えばかろき傘の雪と。大切大切。このままこのまま。あんまり軽くもないぞ。やがて間が淵。よし、深さを測ろう。松の枝は水底深く沈みました。と静寂を破って現れいでたる巨大な竜。怒りに燃える眼で男を睨みつけます。たちまち男は食べられてしまいました。団子兵衛がやってまいります。あ、竜だ。よし、それ。苦しそうにうめくと姿を消してしまいました。お助けくだされたお礼に海竜城をご案内申しましょう。と雪の精。さあどうぞ。深い深い水底です。竜海竜城。よし、行ってみよう。入り口はここですよ。団子兵衛は
海流場の奥へ向かいます。そしてそこには、おお、珍しい玉だ。思うこと立ちどころにかなう希代の宝珠、これを団子兵衛は手に入れました。大喜びの団子兵衛、早速願い事をしよう。そうだ、馬、よし行け。天馬に乗って空を駆け、バグダ城へと。すると町の人々が逃げてくるではありませんか。これは一体どうしたことだ。みんな慌ててどうしたんだ。おかしいな。どうした、どうしたんだ。大変だ、敵が攻めてきた。何、敵軍殺到、ものすごい勢いで攻めてきたんだ。そうか、お城が取られたんだよ。なんとお城が取られた、バグダ城が。よし、姫をお救いしよう。何でも願いの叶う宝珠を、味方をお出しください、お出しください、味方の軍勢をお出しください。もっとお出しください。瞬く間に大軍が揃いました。団子兵衛は大将となって叱咤激励いたします。それ城を取り返せ、進軍、それ進軍だ、我に続け。お、なんと敵来たる、敵だ。たちまち激しい戦闘の火蓋が切って落とされました。激戦、また激戦。団子兵衛の軍勢は一人敗れてもすぐに何倍もの兵士が出てくる、数において圧倒的に勝っています。とうとう敵を打ち破りました。お城の機難を救った団子兵衛は三国一のお婿様となりました。団子兵衛と姫は幸福になりました。めでたやめでたや、喜べ喜べ。お城下の人々は団子兵衛の勇気と姫の美しさをたたえます。国中挙げてのお祝いです。怠け者だった団子兵衛が心機一転、冒険を重ねてついに幸福を勝ち取りました。お城下では賑やかな祝宴が繰り広げられます。昼は神輿、そして夜の帳が降りる頃、お堀では花火が上がって姫と団子兵衛を褒めたたえます。Thank you.
人の言い伝え、幸福は自らの努力によって得るものなり。バグダ城の盗賊一巻の終わりです。